今回は Zoom MS50G の操作方法です。改めましてこんにちは、シーバードです。今日はですね、Twitter の質問箱にいただいた、リクエストにお答えしていく動画になります。 MS50G、 Zoom の MS50G の、簡単な使用操作方法みたいな感じで今回やっていきたいと思います。基本的にはありものの音を使って遊ぶ方法と、新たに自分で音を作っていく方法、あとラインセレクターの使い方とエフェクトネームの変え方、もろもろ機能って感じですね、をお伝えできたなと思います。ではまずは電源挿していきます。よいしょ。でもすぐに電源つきますね。オンオフはないです。で、こうつけるとですね、真ん中のボタン押してみてください。メモリー、1回か2回押すとメモリーになります。で、メモリー見ていくとですね、1から30までは、ここですね、もう音が入っております。音が入っているので、音が入っているというか、作られているので、30までは、既存のものを使って遊んでみるのもいいかなと思います。まずですね、1番ラップ。真ん中押すとですね、中身が見れます。で、ラット、EQ ディレイが使用されているということですね。で、これつまみをですね、真ん中のつまみを回すと下に行くので、今度コーラス、クリーンコーラス、いいですね。これ中身を見たい人はまたこうやって押して、左から順にですね、右から順にですね、1番コンプ、コーラス、スーパーコーラス、この2つだけですね。この2つだけです。左を押すと隣のエフェクターに行きますというふうな感じでですね、もうあるもので遊ぶのもありですね。いろんな音入ってるんで、ホール、リバーブ系ですね。ピッチシフターが入ってるんでしょうね。ノイズリダクションとディストーション、EQ、ピッチシフトで、でですね、エフェクトの中身をさらに見たい人は右を押していきます。右を押すと設定が変えれるようになってます。で、A テープエコーが入っていると。既存のもので遊ぶ方はこんな感じで遊んでいただいて、で、まずですね、始める前にというか、これで遊んだ後に見てほしいのが、こっちのエフェクトの真ん中を押して、ここの画面に行って、エフェクト画面に行って、左を押します。左を押すと、1、2、3、3番目にセッティングっていうのがあるんですけど、ここ回して左、一番左のつまみを回して、ここセッティングにします。セッティングにして押すと、オートセーブっていうのが一番下にあるんですよ。ここですね。これがオンになってるかどうかっていうのは見てください。これがオンになっていると、作った音がそのままコピーされるというか、セーブされていきます。で、前の画面に戻るときは、ここ。真ん中ですね。真ん中を押して、で、つまみはこれなんで、上下。回るようになってます。で、エンター、エグジットってなっておるので、出ていくときは、こっちで出ていきます。エグジット、真ん中押して、もう一度やってみましょうか。真ん中押して、
この画面に行って左を押してセッティング、セッティングに行って左ボタンを押してオートセーブで、オートセーブオンになってると、オンになったら出ていきます、真ん中で、というような感じで一度これをセッティング見てみてください。でこの後ちょっと自分で音作ってみましょうか、コーナーでいきましょうかね。30番以降はエンプティーになっております、エンプティーになっておりまして、自由に音が作れるようになります。例えば47で音を作りたいとなります。でポチッと押します。でこういう画面に行きますね。こういう画面に行くんでエフェクトを足していきます。エフェクトを足したいときは左か右を長押しなんですけれども、このエフェクトよりもこっち側につなぎたい、後の方につなげたい場合はここを長押し、それよりも前につなぎたい場合はこっちを長押しですね。左の方に今回は足していきましょう。長押しします。でこういう画面になります。でこれ十字キーでですね、下押したりで移動できるようになるんですけれども、エフェクト自体はですねこの順番で並べていくのが多分一番良いとされている並びになってますね。なのでダイナミックフィルター系、これはコンプとかになります。ノイズリダクションとかコンプフィルター系ですね。でここ次オーバードライブディストーション歪み系になりますね。でアンプモデリング、モジュレーション系、コーラスとかフランジャーですね。でディレイリバーブな感じになっております。じゃあざっくりまず順番に足していきましょうかね。これ真ん中押します。じゃあここにですねコンプが出てくるんですけど、上下でエフェクトが選べます。たくさん入ってます。基本的には上を押していくのがいいと思います。順番が並んでいるのでコンプが並んでいきます。下に行くとですねリバーブとかになっちゃうんで、上で次のコンプになると。じゃあまずコンプにしておきましょうかね。普通にコンプを入れておきます。で、コンプよりも左側にエフェクト、後ろにエフェクトをつけたい場合は、ここ長押し。で、ディストーション。ですね、ディストーションを。まあ、ブースター。ディストーションになるとやっぱり、ノイズが出てきますね。じゃあまずはオーバードライブ置いときましょうか。ちょっとノイズが多いんでここでオンオフができます。まあ、例えば先ほどのコンプのオンオフもついてるかついてないかですね。ここが今オンオフ、こっちもオフなので今両方ともオフになっている状態です。でこうやってこれだと両方ともオンの状態ですね。一旦切っておきます。でまたこの左側に今度またつなげたいぞと、じゃあモジュレーション系コーラス、トレモノとかコーラスをいきましょうかね。上を押すといろんなコーラスの種類だったりとかが入ってます。フランジャー、ビブラート、オクターバー、ピッチシフター、ちょっと分かりやすい感じでフェイザーにしましょうかね。今はフェイザーだけがオンになってます。これを長押しじゃなくてポンって押すと今入ってるエフェクターが見れます。じゃあフェイザーも一旦オフにしておきます。でまたフェイザーの横にエフェクトを足したい場合はこうやって長押し、左長押しして今度ディレイにしましょうかね。デジタルディレイ、今度ディレイが足されました。じゃあディレイのセッティングを変えてみましょう。設定を変えてみましょうっていう時には右側を押します。右側を押して今タイムが560、フィードバック30、ミックス70になってますけど、じゃあもっとタイムを速くしようと、例えばですねこの600とかになってるとピッピーが遅いわけですよ。次になる音が。で例えば
5とか6にすると分からないぐらいのスピード感になってきます。もうちょっと足しましょうかね。これでダブリングぐらいになってきますね。100ぐらいで、で300ぐらいみたいな感じ でフィードバックを1回にするとこれ1回鳴るだけですね。で2回というふうな感じで、これ増やせば長くなっていくと。でここはボリュームですね。ミックスのもうちょっと残響音を大きくしたいと、逆に小さくしたいというふうな感じになっております。で戻るときはイグジットで一旦ディレイ切りますね。でこうやってオーバードライブの方に戻ってオーバードライブをオンにして設定を変えることも可能です。ゲインをじゃあちょっと抑えましょうか。ゲインを抑えましょうかと。トーンをもっと上げましょうかと。みたいな感じで、でここでページを変えれますっていうふうな設定方法がありますね。で例えばオーバードライブ、あこれですね、これよくわかんないんでこれもう消しちゃおうと。これ一番最初にあったやつだけども消しちゃおうっていう時はですね、ここをします、左側を。で一番上のデリートエフェクトユニットというのがございますので、ここをエンターをします。ただイエスかノーかっていうのが出てくるので、イエス、ここを回してイエスに戻して、これで消えます。消えましたね、これで。で通常5個までかな、6個までつなげれるのかな。ちょっと1回つなげてみましょうかね。じゃあさっきアンプなかったので、じゃあフェンダーのコンボアンプをつなげて、もう1個つなげれますね。じゃあフィルター系でノイズリダクションを足しましょうというふうな感じで、今一番左からいくとコンプ、オーバードライブ、フェイザー、ディレイで、フェンダーアンプ、アンプモデリングですね。でノイズリダクションとなっておりますが、やはりノイズリダクションは一番最初につけないといけないよねっていうことで、エフェクトの位置を変更する場合は左を押してエフェクトチェインでですね、こういう画面になります。エフェクトチェインを押したらノイズリダクションありましたね、 NZR、 ここを押して戻します。一番最初に行ってまたここのボタンを押すととなると、ノイズリダクションが今度一番前に戻るときは真ん中ボタンですね、前に行きました。おお、ポチッと、これでノイズがなくなりますぞと。どれぐらいノイズがなくなるかっていうとですね、じゃあディストーションにしてみましょうかね。ディストーションでオンにすると、まあ、これぐらいのノイズが今乗ってます。でこれをですね、ノイズリダクションをかけると、いかがですか。ジーって言ってるのが、音合わせもそんなに気になるほどではないと僕は思います。オフにします。で今度ですね、これもモデリング、アンプモデリングはですね、歪みの後の方がよろしいようなので、またチェインでこれを歪みの後に持ってまいりますと。
というふうな感じですね。これである程度の設定が OK になりました。で、今6個つながってますね。というふうな感じで基本設定を作ることもできます。でですね、1個覚えておいていただきたいのが、ラインセレクターの使い方。ちょっとこれ変えますね。ラインセレクターに変えます。ラインセレクターの使い方をお教えします。これですね、ラインセレクター。例えば、フェイザーとディレイをこれオンにしておきましょうかね。オンにしておいてあるんですが、今、フェイザーとディレイは、かかってないです。というのもですね、ラインセレクターより左側にあるエフェクターは今ここで単体自体はオンになってますけれども、ここで切られてるのでオフになります。なのでこれを押すと、わかりますか、この2つがオンになると。なので、このラインセレクターで、これよりも後ろのエフェクターを担っていると。これで、後ろのフェイザーとディレイがオフになってます。で、これで、オンになりますね。例えば、エフェクトでディレイ、ディストーションをつけておいて、っていう時に、ソロで、になったら、でオフにしてまた通常に戻るというふうな方法で、同時にエフェクトをオンオフできるような機能になっております。これはぜひですね、ご利用ください。ちょっと名前の変更をやりましょうかね。このメモリー画面から左を押します。左を押して、これ横文字、ローマ字変えたい場合はここですね、右で変えていきます。で、ここの一番左のつまみで左右に動きます。じゃあちょっとアンプティー、まあアンプティーでいいです。でエンター、ここで OK で名前変わりましたね。というふうな方法で名前変えれます。でもう一個ですね、おすすめ機能が、まあ、例えばですね、一番ラットのところ、まあどこでもいいんですけど、右を押します。だから A って出てくるんですよ。でこっち行ってB って出てくるんですね。またここで押すと C って出てきます。これは何かっていうとですね、 A、B、C の順番でエフェクトが切り替わります。今 A ですね。今真ん中押したんですけど A で、で B、で C、また A、 みたいな感じで使えます。これはですね、メモリーの画面からいきます。これも覚えておくと、クリーントーンと歪みとをこう使い分けたりとかっていうのができるようになってくるので、まあ、ぜひこれもお試しください。で、消すときはもう一回押せば大丈夫です。ポチッと。で、また、A に合わせてポチッと。押せば問題ございません。まあ、こんな感じでですね、まあ、結構、まずはこう、ありもので遊んでいって、で、その後、音作りで遊んでいくというふうな感じでやっていけばいいと思います。といった感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあ、基本的にはですね、あんまり深く考えすぎず使えるようなエフェクターかなと思います。
まあ、絵的に見てもまあ横でスクロールできるっていうところで何のエフェクトが入ってるかっていうのも見やすいですし、まあ、単体のエフェクトを何個もこうつなげているような感覚で遊んでいけるんじゃないかなと思います。で、まあ、ぜひですねラインセレクター効果的にご使用いただいて、あと、まあ、他の動画でもやってるんですけれども増設のスイッチがあって足で踏めるようになるので、まあ、それもですね今僕はメルカリで1200円ぐらいで購入いたしましたので、まあ、そういったところもちょっと視野に入れながら効果的に Zoom MS50G をご利用いただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。